岡田監督、バタライの早急それた結末に、いいボールやったらアウトやったろうけどね。阪神6、5DNA。7日、甲子園球場、阪神が劇的な逆転サヨナラ勝ち、2連勝で貯金2とした。試合後、阪神、岡田監督は最後の場面について、いやいやファースト投げたんでね。今映像見てたら、いいボールやったらアウトやったろうけどね、と語り、原口については、いやいや久しぶりやったんですけどね。まあ、あと2人しか残ってなかったし、渡辺と原口だったんだけど、ファーストを守るというのもあったし、一昨日は渡辺が行ったんで、今日は原口かと思った。七夕の日に、劇的というか、弁当になるんで、ゲラトイ技を使わないようにと、本当はこんな展開を描いたんじゃないんだけど、こういう展開で使わないで勝つ方法もあるのかと、最後はそう思いましたね、と、振り返った。今年初めて大量ビハインドをひっくり返す試合だったなと思ったら本当にそうだった。DeNA のチームカラーかもしれないけど、大事なところで荒さが出た試合でしたね。普段から練習していたら、渡来のプレーはアウトになっていたかもしれない。でもおそらくそんな練習はプロに入って渡来はしていないと思う。普段やっていないことをやるとミスになりやすい。横浜がことごとく失点につながるエラーを連発しているのに勝てないのかと思っていたが、最後に原口素晴らしかった。ピッチャー陣も失点は重ねたけど、2回を3点でやめれたのも結果的に大きかった。中野は今日は攻守に大活躍だったな。火曜からどんどん乗っていってほしい。前川選手に続いて野口選手も結果を出し続ければかなりの戦力アップになりますね。森下選手ができる状態で戻ってくる前提ですか。来季以降大山選手のポジションを前川選手や野口選手と競わすこともできますしね。足の速くない右打者の原口選手だったので狙っていたのでしょうが、その前のエラーを取り返したいのと、初球いきなりだったので渡来選手は少し慌てたのかもしれません。それよりも今日は森原投手が良くなかったと思います。 DeNA が野手は極端な前進守備でした。外野ゴロのアウトを狙ったんですね。渡来はすごくポテンシャルのある選手、モチベーションも素晴らしい。だけど少し空回り気味。阪神の森下と同じように自分が決める意識が高い。野口のライト前、最後の原口のライト前、どちらも焦りが見える。テレビで見てたら原口の同点タイムリーやと喜んでたら阪神ベンチ総出でサヨナラ勝ち。なんでサヨナラになったのかよくわからなかったけど、渡来がライトゴロ狙ってファーストに送球したのが悪送球になったんやね。この3連戦で一番見応えがあったゲーム、初回近本中野のヒットでノーアウト1・3塁のチャンスで点が入らず、次の回西優が4連打で3失点。野球の流れってやっぱりあるんだと感じた。ただ代打野口にプロ初ヒットが出たのは良かったし、プロ初打点の犠牲フライも見事だった。やったぜ阪神、劇的なサヨナラ勝利で、しかも勢いのある横浜を相手に今季初3点差以上の逆転勝利。あのプレーは阪神にはラッキーだったが、もしライトゴロになっていたらと思うと背筋が寒くなる。全員野球の勝利だ。下位から上位につながる打線は昨年のようで、だいぶ良い傾向になってきた。中野の神プレーも光った。野口の一打で球場のムードがガラッと変わりましたね。原口はライトゴロ危なかった。しばらく出番が回ってこなかった状況でも一発で結果を出せる集中力と準備は素晴らしい。大山くんが不審で抜けた時に代役4番を打ってるのも往年の八木さんを彷彿とさせる。今週の上位との6戦、結果次第で混戦から振り落とされる可能性もありましたが、2カード勝ち越しで逆にさらなる大混戦になりましたね。確かに映像を見返すと、一塁手のオースティンが呼び込んでおり、渡来はそれを見て送球していた。慌てたから7日はぐれたがジャストならやばかった。初球を仕留めた原口には、あっぱれ、いや。地味に梅野に四球が効いたでしょ。原口はエンス出られたし、渡来は最初からライトゴロ狙いだったらわからんかったけど、ホームに投げるつもりでランナー見て変えたんだろう。野口の打球をエラーした渡来を変えてなくてありがとう。守備固めしてたらアウトやったかもね。助かった。新戦力が躍動して、最後は原口選手が締めてくれました。七夕の夜、最後まで諦めないタイガースらしい試合展開、しびれました。お立ち台の野口は、一つ親孝行できてよかった。次、豊田に代わりスタメンでもいいスイングを見せてくれていると思います。これで首位広島とは1ゲーム差。セリーグ1、4位まで1ゲーム差。1、6位まで7ゲーム差。大混戦やな。中継ぎ陣酷使してる阪神は勝負どころの9月が心配。今日の勝ちは非常に大きい野口選手の初安打、とても嬉しいです。次のヤクルト戦、甲子園3番ライトで出場してほしいな。ライトゴロにならずによかった。原口と野口の魂の一打で勝利。さあいよいよ失踪の予感がします。広島と横浜に勝ち越しはでかいから。野口と豊田が年上やったから使ったって、そんな決め方もあるんやね。最後決めたのは原口やけど、やっぱり今日は野口やな。あのスリーベースで一気に球場の雰囲気変えたからな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。